現れてまいりました。こちらもベテラン中のベテランであります青コーナー頭突き世界一アップラウン。こんにちは、やってまいりました。こちらがアフロであります。どのような青春ワールドに連れて行ってくれるのか。さあ、そして永遠のライバルであります赤コーナーよりトコトコマリン優勝。先ほどオープニングで華麗な舞を披露してくれたこのトコトコマリンであります。さあ、その姿を現しました赤コーナー、世界で一番みやびなロボットでした、トコトコナル。本日も豪華絢爛であります。さあ、この試合も第1試合と同じく3カウントホール、そして10カウントダウンによるプロレスルールであります。さあ、両者とも頑張ってください。さあ、OK クリーンファイト、レディー。さあ、本日の最終試合です。さあ、どのような試合を見せてくれるのでありましょうか。このトコトコ丸対アフロの試合、かつてロボットプロレス北京の旗揚げ戦におきまして、この2回の試合がこのロボットプロレス北京の旗の方向性を決定。なんとゴニョゴニョゴニョ、うんうんうんって、なんでしょ、ちょっとリング上で話し合いとかやめてくれるかな。そういう打ち合わせとかを裏でやってきて、あ、いや裏でやってもダメなんだけどさ、話さないで。さあ、はい、試合をしてください、試合を、ね、さあ、リングの中央、胸を突き合わせて、そう、頭を振りかぶってゴッツンコー、頭突き合戦であります。さあ、7番の2番目のゴッツンコー。さあ、さらに距離を縮めて3度目、これならどうだ、ゴッツンコー、アフロが倒れた。頭突きに定評のあるアフロなんですけども、ダメージいかほどか。でもね、アフロでモコモコしてるからある程度大丈夫だ。いや、目回してるの大丈夫か、アフロ。さあ、ここでちょっとトコマルが先頭出して、ゴニョゴニョゴニョ、うん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 、だからそういうのやめて、リング上でそういうのやめてほしい。さあ、トコトコマル一旦距離を取ります。アフロ一体何を狙っているのか。さあ、改めまして、四角いリングの中央でアフロが、おっと、シャボン玉が飛び出した。アフロ必殺のダブルスリップ、これはトコトコまでたまらない。目をやられましたでしょうか。かなりこれは苦しんでおります。目をやられたと言っております。このシャボンのダブルスリップによりますアフロの攻撃、やったぜとポーズをとっております。さあ、これゴニョゴニョだからやめなさい、これゴニョゴニョやめて、やだから試合をしなさい、試合を、ね、ファイト、ファイト。さあ、この四角いリングの中央、いよいよハードな試合が、バブルスリップ2度目の攻撃だ。センスで返した、バブルスリップ返し、風で返しております。シャボンの行方はいかに、自分で食らうかい。さあ、シャボンスリップ、これを風で返されてしまったアフロ、かなり苦しそうであります。これは頭脳戦になってまいりました。ここで今度こそどんな展開を見せるのかと思ったら、今の良かったよねって、だからもうやめて、そういうの、そういうのもういい、やめてよ、ね、さっきから何、こういうシャボン返しとかそういう話をここでしてたわけ。リングの上ではそういうことやめてほしいんだけど。さあ、ここで次の展開はどういった、そろそろプロレスの試合、ここでトコトコの一発のレンジシ花吹雪、レンジシ花吹雪、国際展示場に花びらが舞っております。さあ、まともに食らったアフロ、いよーっと身を切って、さあ、ダウンだ。真っ向からレンジシ攻撃を食らってしまったアフロ、ダウンか、ダウン、まあ痙攣しております。スリーフォー、いけるかアフロ、オッケー、もうダメだ、もうダメだってなります。オッケー、ファイト。さあ、レンジ花吹雪が決まりました。どのような展開を見せるのか。ゴニョゴニョゴニョ、もういい加減にしよう、それはもうやめてくれ。
さあ、どことこまったいアフロの試合の行方はいかに。さあ、ここで最後の決め手を打つのは一体どちらだ。さあ、どことこまる、レンジシ花踏めき、2回目であります。おっと、アフロがかわしている。見切ってレンジシ攻撃をかわした。目が回ったのはどことこまるであります。己のレンジシ攻撃で目を回してしまった。どこどこまでいけるか。さあ、アフロが虎視眈々とここぞとばかりに距離を詰める。さあ、どうするんだ。さあ、肩口からアフロが何かを狙ってる。両手を上げて